降、自チームのナポリがオシム編を嘲笑する動画を投稿してしまう。ナポリ公式 TikTok は、オシム編の PK 失敗を嘲笑する動画を投稿した。彼の代理人はナポリに対して法的措置も辞さない構えを見せた。オシム編はインスタで、ナポリ関連の投稿をすべて削除。現在、この動画は削除されています。普通にやってることやばすぎるだろ。優勝に導いてくれた選手にこれかよ。マジイタリアやな。シンプルにセンスない。ジョークのつもりなのか？ちょっと理解に苦しむ。敵チームのこういう系は時々見るけど自チームの選手にやるのくさ。監督とかオーナー主導じゃなく TikTok 管理担当の暴走だと思いたいが果たして。ナポリはオシム編とバイバイしなきゃね。チェルシーにようこそ。ユナイテッドへ。マドリーやるなこれ。マドリーにヒアウィーをお願いします。しかしあまりにもひどくて泣いた。やばかった時のバルサでさえこんなイカれ切った動画出さないよ。板倉こんなクラブ行かなくて正解だったな。ゴミクラブ。ナポリは好きなクラブだけどさ、何してんだよ本当に。欧州最高のサッカーと言われたナポリが1シーズンで崩壊するのもさも生えない。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。